1対1で会話できる時間も設けれるので、うんうん、僕はそれが向いてるのかなと思って。ゆったりした時間とここの時間を取れるっていうのは、はい、結構やっぱ魅力の一つです。そうですね。ガプリンさん、ガプリンさん、あーどうも、日本一バズってる介護スティックとかのガプリンです。今回はですね、兵庫と大阪に展開している株式会社ハートコーポレーションが運営しているグループホームの一つで、まあ、他にも住宅型有料老人ホームや、まあ、介護付き有料老人ホームなども展開してるんですね。あ、じゃあ結構いろんなことやってる大きい法人さんなんですね。もう早速ね、どんな方々がいらっしゃるのか話を聞いていきたいと思います。レッツゴー。失礼します。あ、こんにちは、ガプリンです。荒木です、よろしくお願いします。お願いします。なんかいますね。ハートン。ハートンです。ハートコーポレーションからハートン。はい、公式キャラクターになってます。公式キャラクターですか。なんか、はい、似てますね、僕に。ですね。コモエスタイムズ。ここもグループホームということなんですけど、はい、どういった施設になるんですか。まあ、あの認知症対応型になるので、認知症の診断がある方がご入居されています。で、まあ、あのワンフロアが9名が満床なので、まあ、全部で3フロアありますので、まあ、最大でも27名といったところになります。はいはいはい、あの東大阪のグループホームっていうのが3フロアっていうのがすごい珍しくって、ここは3フロアあるので大きめのグループホームっていった形になります。そうですね、なんかパッと外から見てもなんか高いですね。高いですね。大きい感じですよ。有料とかと近い雰囲気。そうですね。職員さんの大体の人数とかってどんなもんなんですか。全員で24名ぐらい。結構もうそうね。そうですね。まあ、お仕事内容で言うとスケジュールがあったりする中で、解説、お報告とか、はい、食事とか、はい、結果的にまあ1日で見る利用者の数は9名。そうですね。だからまあそんなにね、そうなんです、バタバタというか、うんうんうん、しない感じですかね。そうですね。聞いてる感じだと。はい。ユニットとかと近い感じのイメージですかね。そうですね。はい。食事を、グループホームってみんなで作るみたいなイメージあるんですけど、ここはどういった形で、ケータリングで冷凍されたものが、もう味付いたものが運ばれてきますので、まあ、ご飯と、そうなんです、味噌汁は温かいものをこちらで、はい、提供させてもらって。じゃあもう料理できないですとか言っても、あ、もう全然大丈夫、チンさえできれば。こうやるだけ。そうそうそう、じゃあ絶対大丈夫。はい、大丈夫です。1日の職員さんって人数どれぐらいおるんですか。最大でワンフロア3名です。だから3人に対して1人。え、めっちゃいいじゃないですか。そうですね。で、夜はワンフロアに1人です。え、めっちゃいいじゃないですか。そうなんです。え、だから他のフロアにも1人おるから、まあ、そうですね、まあ、何かあった時もね、心強いですよね、やっぱりね。はい。すごいいいですね。そうなんです。スタッフさんはどんな方がいらっしゃるんですか。まあ、あの半分以上は5年以上続いてる方が多いので、年齢もまあ60代50代40代と下はもう20代の幅広く、はい、いてますので、だからここが嫌で辞めるって言った方はほとんどない。で、外国人の方も途切れたことがないぐらい、ずっとベトナムの子が、まあ、ベトナムの方を、まあ、紹介していくっていう形になっていくんですけど、慣れたもんで、うん、人たちがそのお友達だったり同じ学校の人だったりに、まあ、紹介できる場所ではあるんですよね。そういうことですね。いいじゃないですか。そうなんです。口コミでちゃんと広がってるってことですか。そうですね、ずっとつながってます。じゃあ本当利用者さんも職員さんもやし、ベトナムの方も、うん、なんかほんまこう空気感が多分もういいんでしょうね。そういうのって。はい、それではこちらで2年ですね、働いてる近藤さんに来ていただきました。はい、お願いします。お願いします。あ、すごい元気ですね。はい、ありがとうございます。介護自体はされてたんですか。そうですね、高校卒業してすぐに介護の業界に入りまして。そうです、2年前とかどういったところで働いたんですか。職業経験して老健の方でも2年半働きまして。なるほど、でここで今働いてると。はい。はあ、なるほど。そうですね。そうですね、特養とか老健も見た上でこういうとこが違ったなみたいなってあります。まあ、このグループホームは人数も少ないですし、うん、1対1で会話できる時間も設けれるので、うんうん、僕はそれが向いてるのかなと思って。ご利用者さんとやっぱ喋るのも好きやから。そうですね。このやっぱ、はい、ゆったりした時間とここの時間を取れるっていうのは、はい、結構やっぱ魅力の一つやな。そうですね。職員さんも、まあ、みんな優しいですし、和気は AI としてるので、うんうん、いいじゃないですか。そうなんですよ。有給とか使えるんですかね。あ、使います。あ、使います。はい、あ、よかったよかった。問題なくって。問題なく、はい。残業とかあります。10時間月10時間ぐらい、まあ、1日数十分あったりなかったりみたいな。あ、そんな感じですかね。はい、それなら全然いいですよね。いいです、はい。あ、いいです、よかったです。はい。でもまあまあぶっちゃけ、ね、まあ、意地悪な人がいいんですか。お勤めさんみたいな。お勤めさん、お勤め、あ、わかんないならいいです。いないってことだと思います。おつぼねさん。あ、おつぼねさん。意地悪な、あ、はい、おばちゃんみたいな。いや、いないですね。あ、いいですか。はい。その辺の仲の良さは、まあ、まあ、そうですね。心配するって感じですかね。はい。和気あいあいと。和気あいあいとしてる感じ。してるんで、ね、まあ、こんな感じの人もいますしね。で、これだと多分仲良くしてくれますよね。あ、そうですね。ね、はい。もちろん。僕、すぐに懐に入るのが上手いタイプ。あ、まあ、あんま自分で言わない方がいいです。コモエスタイムズ。
皆さんいかがでしたでしょうか。本当にねこのグループホーム東大阪、まあ、人の良さもありつつここでね時間を取りながらゆったりできる。でなんならこう話聞いてるとやっぱ人員が結構多い感じがするんですよね。1日あたりの人数も多いからグループホームの小規模という良さをより発揮できる人数でしっかり仕事ができていけるんじゃないかとすごく思いましたので、本当にね経験未経験関係なくねたくさんの方が働ける場所じゃないかなと思います。気になった方はぜひコモエスグループホーム東大阪で検索していただいて働く前に働いてみてください。たくさん動画お待ちしてます。来てね。動画の下にあるこのボタンから LINE 友達を追加してくれたら無料で介護の適職診断を受けられます。他にも LINE 限定でガップリンが取材に行った動画や大阪の新着求人情報を動画でお届けしますので、ぜひお友達になっておいてくださいね。皆さんに合った素敵な職場が見つかりますように。